今回の動画はマジックのショーでも披露している風船を使ってみんなに作り方を紹介します。言われていて約22センチ膨らむものです。あとこちらも同じサイズのもので、水玉が可愛いのでこれにしてみました。でちっちゃい風船はこの12センチぐらい膨らむちっちゃい風船です。これも100均で売ってます。あと長い風船はこのポンプ付きの風船が売ってます。黄色い風船使おうと思います。膨らませていきます。どれぐらいかな。もうちょっと。どれぐらいかな。あんまり大きく膨らますと顔が縦長になっちゃって可愛くなるんです。これぐらい、丸いぐらいで埋めておいてください。これめくります。
きな色選んでください。はい、膨らましていきます。結んであげて
ントに作ったお顔と体の粉風船に、さっきの4つの風船を組み合わせていきます。この首と胴体のこの部分にこれをはめ込んでいきます。そのまま入れてあげてください。みんな、バルーンリュックの作り方はわかったかな？難しかったかな？マジシャンという職業は、マジックだけじゃなくて、バルーンを使ったショーも披露しています。作るのが大変だったら、お父さんやお母さんと一緒に作ってみてね。